お疲れさん、サワットスマーケ作27日目やっていきたいと思います。ということでね、前回6000いったので今日は6000からやっていくんですけども、まあタールベはね、ちょっとコメント欄とか見て上げた方が良さげですね。というのも、まあ、前回レベル14とね当たったんですよ。そう、14と当たったからもうタールベ上げないとかが意味がないんですよ。とりあえずできるだけ上げといた方がやっぱスケとかもねタワーで処理できるんで、ということでタールベ上げたいんですけど、上げるまでが結構遠いです。まあ、なので上げれるかわかんないんですけど、一旦全部ユニレベ上げます。さあ、ということでなんとかギリギリねタワーレベル上げれました。残りこれだけですね。もうこの辺全部上げて、マジでなんなら上がんないかもしれなかったですね。ギリギリさあタワーレベル11に成長しました。ということで宝箱がね開けれますね。よし、いやーこの宝箱結構大事だな、本当に。ラストですね、ユニレベ上げれる。いやめっちゃいいね、来い。いやーインドラ、まあ出ないですよね。よし、ということで行くぞ。ワンチャンのスケがあとちょっと。よし、もう僕にできることは何もないんでね、やっていきましょう。さあ6000から、ふう、いやもう常にね敗北と隣り合わせなんでね、よろしく。いやー6000行きたい人やん。行かせないよ。タルビ13、昨日14見たから何も驚かない。あとは倒すのみ。うわー行く。いやー使うか。バレル来たらザップ使ったんでスケコウモリ。わあテンプレ枯渇的な。てか多分この辺からもうねテンプレデッキは増えるっぽいですね。これ仕掛けます。うん、いやこれさファイブレ飛ぶな。やべえ待って、うわガチ芝ファイブした。うわやばえぐ、ちょっと待って。いや笑えん。プリンスの方が痛い。フリッカーの本当にマジでこんなんで負けたらやだやだね。ギャングか、プリンスギャングか。ちょっと攻めていきます。うわーファイスピーキー泣きてー。うわ待って、俺マジで負けた。うわー芝ファイボー、いや耐えればいいんだ、これ全部耐えればいい。ロケがなければいける。マジアチにファイボー、いやウィザードうまっ。いやーこのバレルきついはず、しかもザップ使った。いやーメガナイトが溶ける、結構溶けるね。やばい、いやーこのボス敵はめんどくさい。いやー時間が、いや俺なら勝てる。別に焦ってなんかないよ。きついよ君の方が。うん、よ
ザップがあるか。焦ってないよ。なんなら冷静。このギャング気をつけて。なんかこいつら化け物だから。ただのゴブリンじゃねえからこいつら。いやーよかったよかったよかった。マジでマジで、なんか今日はねプレイがなんかダメでしたね今。やべえ怖すぎる。ちょっとプレイが悪いですね。ファイブ圏内208だった気がする。いやーでもなんかユニレベが高いと怖え。いやー怖すぎる。ワンミスで持っていかれそうな。ちょっと守っちゃおうちゃんと。よし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 。ふぅ。いやーもう常にこれだからな。常にこれなんで。あー魔法の宝箱もう即開けます。鍵1個あったと思うんで、ちょっと即開けて。いやーいいやつ欲しい。いやめっちゃあるやん。うん、ちょっとユニレベ上がってほしい。スケルトン欲しいな。いやー願い届かず。あーはい、まあ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 。わーなんか、いやーこれですね、タスクを完了。あ、これでゴールドがもらえるですね。まあゴールドそんな興味ないな。さあ一旦ゴールド全回収していきましょう。さあ6032、どこまでいけるかな。さあタワーレベル14、ガチ集中。タワーレベル11にしたからな。昨日より戦いやすくなってる。心の中で正直まだやれるって思ってるのを消せ。もう常にね、相手の方が上手いと思う。格上だ。俺の方が下だ。120点のプレイで勝てばいい。よし。100点だったら危ない。やべ、なんか下手。ちょっと待って、やばい。うわ待って、エレキ強い。いやーこれ刺さるやろ、コストが。いやーバレル14にしてーのと、いやーエレキなんかんめっちゃいい位置にいたな。踏めなかったっすね。さあランバルだ。怖いよ怖いよ、気ぃつけて。いやーでも絶対いける。インドから墓石置いてインド展開、最悪ファイバー防衛で守れないと思ったらその瞬間最悪のタワー取りに行く。なるほど。まあこれケツメガで組むか。これイモられたらちょっと安っすね。まあこれ墓石に来るんで最悪インドだけ強できるんで美味しいっすね。いやーメガネお前どっか行くな。やばいやばい、お前マジでマジで右行ったろ。危ない危ない。バルキリーあるもんな。いやでも飛ぶんじゃね。相手うめえな。なんでうめえんこんな。いやー怖いって。ロケット撃ってたからな。その分などっすね。さあ一応守りたい警戒してるものの落ちたかな。まあ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 、ちょっと緊急墓石どっち来るだろう。一応攻めとこう。いやどっち来るかな。いやこれおられたらやばい。よしよし、あぶねえ。いやーマジであぶねえ、あぶねえ本当に。ランバルでもランバル撃破できたのはね結構でかいっすね。あとゴブリンバレル13が前までめっちゃ強かったのに、今日というかもうこんだけ高いと全然刺さらんですね。なんかもっと殴れよ、ダメージ入れてくれよってなっちゃうっすね。さあ上からは可愛いと。いや待ってこれ熱い。いやスケルトンのレベル上がるっすね。さあワイルドカード使ってスキーが13。ふう、あとはねやっぱファイブをバレるかな。インドラは別にどうでもいいっすね。ファイブバレルボスキル上げたいね。ふう、
よし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 。いや、次勝てば、いや、8-1じゃねえ。全然違う。6-1届くか届かないか。届かないね。うわぁ、頼み14しか来ないじゃん。なんだこれ。ずるやん。ふざけんね。俺に11とか12を来いや。さあ、集中。こんなんしてたらクララは上手くなるかな、もしかしたら。今までよりも。でも、立ち上げがちょっと変わるよね、また。いや、めんどくせえ。小屋。小屋やばいっすね。結構渋いんですよね、小屋。普通に渋いんですよね。いやマジで小屋なんか多いっすね意外と。いやーこれ渋踏んでもいい気がするな。踏んでインドつけて、いやーこれ結構いい気がするけどな。コストないやろ別に。他の出すコウモリが来たら渋いっすね。僕のデッキあのコウモリがきついんですよね。そうだからコウモリだけいない相手がいい。いやーここはインドが竹取ったところでバレルぶっ刺し案件。いやー先にバレルでもよかったけどね。嫌な目あったら泣く。うわーめんどっち。でこれはタワー11でいけるけど小屋がめんどい。ふぅ、これタワー上げてなかったら2発でしたね。いやーまあ同系と、まあ、ザップならが救いかな。まああと相手のスペル次第っすね。でロケット砲手とマジアチャ両方持ってんのめんどいな。ここに小屋出ねえかな。小屋ここに小屋欲しい。いやさすがに奥打つか。タルーが今ないのでオッケーオッケー。いやファイブで飛ぶよね。よかった。飛ばなかったらどうしようと思った。踏んでなんなら別にザップ使ってもいいよ。いや痛えか。いやこれは男の強ですね。もうしょうがない。これはザップ使ったんでやりに行きます。スケベ来たらファイブ。いやーファイブ押せ。コウモリ刺され。いやースケベ押せ。今の反応速度ジジイでしたね僕。いやでも相手インドラきついですね。気づいた。ザップあるもののこれもう一回2周目回したいな俺。いやーこれっすね。いやこれ結構熱い。めっちゃきつくね。めっちゃきついやろ。いやーしかもめっちゃいいファイブ打てる。しかもなんならメガネとか飛ぶ。いやーオッケー。いやこれ熱いな。2周目いいっすね。いやこれ早めに止めてインドラに。あっザップ使った。よし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 。いやこれだ。メガナイトインドバレル。まあメガナイトコウモリバレルでも何でもいいんですけど、メガナイトバレルで、できるだけ刺す。でどうしても飛んでくる時の2周目のメガナイトバレルの、絶対スペルがないタイミング、ウッドもし最初使ってたら2周目ウッド来ないんで、そこでのメガナイトバレルからのファイボですね。もう読みで言ってもいいね。あーあーやでかい。怖すぎるというかしんどいね。マクサクしんどいぜ。さあ6090ですね。いやでもこの相手は勝ちやすかったな。てか今やばくね。フルカンフルカンだ。いやーでその人もザップ以外カンストとかなんで、もうなんかカンスト当たり前ですね。別にユニレベ14とも当たり前なんで、いかにユニレベ14だけど上手くないプレイヤーを当てるか当たるかというか、相性いい相手と引けるかっすね。やっぱ矢の雨ウッドとかそういうのが来ると多分きついと思うんですよ。そうだからできるだけ矢ウッド持ちじゃないフルカンを引く。タワーレベ14でしょ。もう何も怖くないね。見慣れた。さあいやこれだけはマジで殺したくなる。メガナイトねえし。いや26かな。ウッド使ってきたんで。ホグウッド。ちょっと多いね26今。いやーこれ結構入る。いやーこのコウモリ入るのでけえ。マジでけえ。ファイスピー。いやクエかもしんないけど別に何でもいい何でもいい。メガナイトが回れ。早く。オッケーオッケー。一旦安心。ホグはねこのトルタ一番多いんでね。まあクララで一番強いじゃね、有名なデッキはホグなんでね。いやーこれインド真ん中出したら近畿できたかな。まあいいや。これ来たら美味しいけど。いやさ、スケも使って、完封したい。で、ロケホンいなかった時のこのコウモリ、地味に強いんだけどな。いや、相手のロケホン解けないのやばい。うわ、それやばいな。キングギドしたいけどな。いやさすがにこっちか。
いやファイスピなんでインドは強いんだけど、ちょっと待ってよ、俺の攻めを通す方法がむずいね。ファイス持ってるから変に位置ずらすと簡単にね対応されちゃうから、基本定位置回転で勝てるかな。いやうぜえ、あのロケホ。いやマジ渋いっすね今回。ファイスピ読みなんかとかをしないといけないかも。いやクエイコクこれやばいっすね。100-0だ。いやメガナイトインドで組むしかないっすね。僕はもう勝ち筋なんで、攻めたい方にインド出して、ファイボで削ってっか、あれワンちゃん地味にうざいと思うんですよね、これも。うわいや、えぐい。ちょっと待って、インドぶっ刺さんねえかな。待てよ、やべ位置ずれた、最悪。いや回るの早っ。いやインド入る、熱々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 いやータイブレイク、マジでやばい。入る、いやーこれファイブ削りか。1分、うおー入ってる、あーでかい。いやこれえぐいな、ホグが多すぎる。これねえマジでさ、マジでもうマグサギやめたくなってきた。なんかもうホグが多すぎて、ホグがきついのにきついんですよ。もうきついのしかいないのにこのデッキでやってる、なんでっていう。デッキ変えたいですね、ちょっと。でもユニレベないんでもう無理なんですけどね。もう本当になんか1枚変えるぐらいならワンチャンですけど、いやーマジで怖すぎる。さあ、いやえぐっこれえぐいだろこのデッキはね。クエイコーグだ。さあ6120。さあということで、ちょっと鬼のクエイコーグに勝ったので今日はここまでとね、させていただきます。いやもうカンスト当たり前ですね。まあでも結構勝ててる。やっぱウッド持ちには本当にインドぶっ刺すしかないっすね。ぶっ刺せなかったらどうすんのって話なんですけど、まあそこをどう通すかでね、ちょっと引き続き頑張っていきたいと思います。死ぬ人とあと3日なんでね、これ3日で生き残りたいっすね、負け作。死なすいね、来シーズンね迎えたいと思います。よければチャンネル登録、高評価もねお願いします。ではお疲れ様でした。またね。